気づいた瞬間がすごい絶望的で、そのねその夢ですごい日本で楽しんでる夢見て、起きたら、あ、今自分台湾にいるんだって。周り見たら、まあ、寮の友達とかいて、あ、今私日本じゃなくて台湾にいるんだって気づいた瞬間がすごい絶望的で、もう本当に苦しくて授業も追いつけないし、初めてこんなに長い間家族と別れてね、家族と離れて一人で暮らすってすんごい辛いんですよ。もう今思い出すだけでも泣いちゃう。然后我读的是应用外语系，所以上课都是用英文的。然后我英文没有那么好，所以とにかくね、授業に行くのが苦しくて、もう英語を聞くのも嫌で、クラスメートに会うのも嫌だし、顔も見たくないし、先生にも会いたくないし、あの教室に座ってるだけでもなんか刺される、いつ刺されるんだろうっていうビクビクしながらずっと、でなるべく目立たないように一番後ろの席に座って、なんか授業のやり方も日本と結構違ってて、グループ活動が多くて、なんか質問でも答えたけど、我在外面是日本人，只有我一个人的时候才是这个台湾人的个性，平常都是就是一个大家想象的日本人，所以我不太会跟人家讲话。だからそのグループ活動がね、とにかく苦しくて全然何も言えなくて、で何言ってるか全然わかんないからさ、もうその場にいるのももう嫌なんですよ。もう聞いてるだけでも嫌だ。うん、なんか授業中、なんで自分は今ここにいるんだろうって思って、なんか急に泣いちゃって、それであのトイレに駆け込んだ時とかもありました。1時間トイレでずっと泣いてて、それで授業終わっちゃってもうそのまま帰るっていう、そういう時もありました。誰にも言ってないんだけど、このことはもうね、とにかくね、1年目つらかったんです。1年目はね、人生で一番辛い思いをしてました。もう何もかも絶望的っていうか、とにかく日本帰りたくて、もうとにかく台湾大嫌いって思ってた。超讨厌台湾的。为什么我现在要来台湾留学？真想赶快回日本。第一年就是这样思ってた。で、まあそんな時にその辛いのから逃げたいっていう気持ちもあって、ちょっと YouTube やってみようかなって思ったんですよ。で、結果今ずっと YouTube やって、すごいなんか今どんどん成長してきて、いろんな人に見てもらって、なんかね、どんどん楽しくなってきて、このね YouTube のおかげで留学生活今すんごく楽しいんです。きっとね、あの YouTube なかったらね、この台湾での留学生活楽しいって思えなかったかもしれない。だからね、 YouTube はあの私の逃げから始まったんです。で、それがね、思いのほか楽しくて楽しくて楽しくて、あ、じゃあ、はい、コメントになんか面白いって書いてくれたりとか、なんか私が食べてるの見ててなんか癒されるとか書いてくれてすごい嬉しくて、それで今
留学生活楽しいなって思えてるから。だから今辛くないのはこの YouTube のおかげなんです。この本当にこの YouTube がなかったらずっと留学生活辛かった。本当にね、自殺しちゃうんじゃないかぐらい辛かったから、死のうとしちゃうんじゃないかっていうくらい辛かったから、その辛い思いからね、 YouTube はね解放してくれたんです。だから YouTube やれてることがすごく嬉しい。だからね、だからこの YouTube もっと成長させたいなって思うし、もっと頑張ろうって思うし、あとね、なんか初めてなんですよね、この YouTube って。全部自分で作って全部自分で決めてるじゃないですか。何を撮るかっていうテーマも自分で決めなきゃだし、撮り方とか撮影中の喋りとかカットの仕方、文字のデザイン、サムネ、タイトル、音楽とか効果音、全て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 、もう何から何まで全部都是我一个人自己做这个影片的。でもしこの影片がいいって言われたら、もう私のこのアイデアがいいって言われてるっていうことじゃないですか。だからね、それがすんごい嬉しくて、すんごい達成感もあるし、あ、自分のやってることは間違ってないんだっていう、あ、これでいいんだってなるから、なんかね、全部自分が作ってるものが評価されるってすごい嬉しいんです。だからね、私はこの YouTube を大切にしたい、もっともっと発展させたいって私は思ってます。で、なんだっけ質問、ワンジー在北ウェンソマラ、なんかもう自分が辛いのを喋ってるだけで、そうそう、もうウェンティーズ様、就是因为有 YouTube 所以现在没有那么辛苦了，现在上课是也是还跟不上，まだね難しいところあるんだけど、でもやっぱり一つ何か楽しいことがあると、もうその辛いのも忘れちゃうくらい楽しくなっちゃうんで、だからね YouTube 大事なんです。もう台湾生活での心の支えなんです YouTube は。じゃないとね、在台湾留学也没有好玩的事情，就一直在读书，可是又做影片的话，就有一个我的楽しみができる。この楽しみがあるおかげで、私は今留学生活楽しいです。ありがとう。YouTube ありがとう。台湾留学楽しいです。今私。台湾にいるのが楽しい。台湾にこのまま残ってもいいって思えた。YouTube のおかげで。そういうことです。ありがとう、この質問してくれた人。谢谢谢谢问我这个问题。